皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらの親指と薬指についている春らしいフラワーアートのデザインをやってみたいと思います。それではスタート。ではまずはじめにレースを塗っていきたいと思います。ではレースを塗っていきます。はい、ではライトに入れていきたいと思います。はい、ではこちらにカラーをのせていきます。この今回使う黄色とピンクとブルー、のせる順番は薄色からのせていきます。では黄色からのせていきます。はい、では筆を拭って次にピンクをのせていきたいと思います。このジェルのカラーですが、つけすぎないで薄くのせるとうまくのせられます。では筆を拭って次にブルーをのせていきます。この境目は叩きながらのせていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では次にお花を描いていきます。お花に使うジェルはアゲハさんから出ているクリームアートジェルと、こちらもアゲハさんから出ている3番の筆を使っていきます。はい、ではお花を3つ描いていきたいと思います。ではジェルを取って、まずピンクのところから描いていきます。ではここを中心だとして、目の花、2つ目、ここの間にもお花を描いていくので開けていきます。では次に黄色のところに描いていきます。では中心をちょっとこの辺にしていきます。1つ目、2つ目、3つ目のお花です。では次に青のところに描いていきます。ではこちらも中心を決めて、1つ目、
2つ目、はい、3つ目描いていきます。ではこちらを一旦ライトに入れていきます。はい、では次にこちらの間にお花を描いていきます。さっきよりもちょっと濃いめに色をつけていくと立体感が出ます。では1つ目、2つ目、3つ目、はい、こんな感じです。では次に黄色にも描いていきます。1つ目、2つ目、では青にも描いていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではこのお花の真ん中にこちらの先ほど使った黄色をのせていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次に使うのはゴールドのラメを使っていきます。細い筆を使ってお花の周りをゴールドの点々で囲います。こちら全体を囲っても可愛いです。こちらは全体囲ってます。ちょっと全体囲っていきます。全体をゴールドで囲うことによってアートを引き締めることができます。はい、ではライトに入れます。はい、では今回はこちらのデザインの上にさらにちょっとおしゃれ度をプラスするためにこちらのシールを載せていきます。こちらちょっと真ん中あたりに載せるだけでまた全然雰囲気の違ったおしゃれなデザインに変わっていきます。ではこちらのシールを乗せていきます。シールを乗せる前に使うのがこちらのノンワイプジェルを乗せていきます。こちらをノンワイプジェルで1回仕上げてシールをつけると
抜きとかもなくて綺麗にシールを貼ることができます。はい、ではライトに1回入れていきます。はい、ではこちらノンワイプジェルで仕上げたのでベタベタしないです。ではこちらの上にシールを乗せていきます。はい、ではこちらのラブっていう文字のシールを貼っていきます。ではこの隙間に入れていきたいと思います。はい、ちょっとおしゃれ度が増しました。ではこの周りにこちらのホロを乗せていきます。ではちょっと薄くベースを引いていきます。薄くベースを引いて大きめのホロを、3枚ぐらい乗せます。ではこの周りに細かいホロを少し散らしていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では仕上げをこちらのノンワイプジェルトップコートで仕上げていきたいと思います。はい、ではライトに入れます。はい、こんな感じで完成になります。とっても春らしくて可愛いデザインになってます。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。